2日間温泉に入ってやっと気力が戻ってきたな。ふぅ、アビスの邪魔が入らなかったらもっと良かったんだけど、本当に嫌な奴らだぜ。でもあの後はゆっくりできたし、やっとバカンスって感じがするよな。ホホラリウもお利口さんだぞ。オイラしょっちゅう一緒に遊んでやってるんだけど、あいつのお腹は弾力があってすごく触り心地がいいんだ。アテアが焼いてくれるお菓子も本当に美味しいよな。今朝もおやつにって持たせてくれたんだ。この前会った時とは特に変わりないぞ。温泉に石を投げて遊んでた子供たちを捕まえて叱ってるところを見たぜ。やっほー、昨日はよく眠れた？あう、最高の寝心地だったぜ。ひひ。それはよかった。ねえ、後で海釣りに行こうよ。釣れた魚を今日の夕飯にするの。釣れたての魚を焼くと。ムアラニさん、ん？どうしたの？たった今、予人者の戦争に出向いたチームが帰ってきましたよ。カチーナちゃんは？一緒に帰ってきたんだよね。それが、カチーナさんは戦いで犠牲になったそうです。でも、最終的に彼女のチームは勝ったので、心配しないでください。後ほど聖火競技場で、反魂の儀が執り行われます。よかった。初めてだし、ずる賢い敵に会ったりしたら手こずるのも無理はないよね。そうですね。でもこれで彼女も少し自信がつくでしょう。知らせに来てくれてありがとう。すぐ向かうよ。ふぅ、慌ててるように見えたから何かあったのかと思ったよ。さっきアビスがずる賢いってお前が言ってたけど、あいつらの目的って何もかもぶち壊すみたいな単純なものじゃないのか？だって流線の衆を襲撃するより、予人者の戦争により多くの魔物を放って部族と戦わせた方があいつらにとっては都合がいいはずだよな。ああ、戦争に行くやつらに危険な目に遭ってもらいたいって意味じゃないぞ。言いたいことはわかるよ。アビスは常軌を逸した存在だしね。確かにあいつらは一見何もかもぶち壊そうとしてるように見える。生命体じゃないせいか、ロジックや計画性も度外視だからね。でもナタの長い光線の歴史を照らし合わせてみたときに、事態はそう単純じゃないって気づいたんだ。500年前、アビスがテイワットを襲ったのは、君たちも知ってるでしょ？うん。当時は、カーン・ルイアだけじゃなくて、どの国も悲惨な状況だったんだって。中でも、ナタは一番被害がひどかった。当時のエンジン様と、各部族の英雄たちが、一致団結して抗って、とアビスを撃退することができたんだ。でもアビスが残した影響は、その後何百年もの歳月を経てようやく少しずつ解決されていったの。当時流星の州の水は汚染されたし、小玉の湖の地下からは最悪の泥が湧き出た。火翼の集いでは黒い風が吹き止まなかった。全部まるでそれぞれの部族に合わせてデザ、私たちも最初は原始的な破壊衝動によるものだろうって思ってたよ。でもその破壊方法は妙に知能的だったの。だからアビスは八神の国に侵入してナタの記憶を常に読み取ってるんじゃないかって私たちは考えてる。そうやってお前らの情報を掴んでるわけか。ほんとに悪質でずる賢い奴らだぜ。そうだね。これだけの年月を経てなお、
奴らを根絶やしにできていない理由もそこなんだと思う。幸い各部族に残されたアビスの爪痕は歴代のエンジン様が書き消していった。おかげで今はどの部族も栄えてるし、全てがいい方向へ進んでる。この前のアビスの襲撃の時だって君たちと協力して派手にやっつけたでしょ。でも避けられない犠牲もあるって思うとやっぱり悲しくなるぞ。戦争をなくすためには戦わないといけないし、犠牲をなくすためには犠牲を払わないといけない。長い戦争を責任や使命だと思ってる人もいれば、負担に感じてる人もいる。解釈は人それぞれだけど、いつの日か必ずアビスを殲滅して、全ての人の努力が壮大な歴史の1ページになるって私は信じてるよ。もしかしたらその時のナタ人の歌に自分の名前が入ってるかもって想像すると、なんだかすごくロマンチックに思えるんだ。きっとみんなそれぞれ未来への憧れを胸に一生懸命進んでるんだと思う。自分のため未来のために頑張るよ。さあ聖火競技場に行こう。海釣りは今度カチーナちゃんも連れてみんなで行くってことで、海は私たちを待っててくれるからね。帰還を迎える準備をしてるんだよ。なんて言ったって最も誇らしい瞬間だからね。カチーナちゃんきっとガチガチに固まっちゃうんじゃないかな。生まれて初めてこんな大勢の注目を浴びるだろうしね。だろうな、緊張しやすいタイプみたいだし。間に合ったか。時間もちょうど良さそうだ。ああ、依頼の処理に思ったより時間がかかったが、なんとかな。それより龍泉の衆が大変なことになったと聞いた。お前ら怪我はなかったか？うん、幸い大事に至らずに済んだよ。この新しい友達ってほんと凄腕でね。カチーナちゃんがベタ褒めしてたのもうなずけるよ。おい見ろ、もうすぐ始まるんじゃないか。そうみたいだね。まず弔辞が述べられてからみんなで一緒に梵言の歌を読むことになるんだ。さあよく見える場所を探すからついてきて。歌を読むときは私の後に続いて読めばいいからね。高いところにいればカチーナちゃんも私たちを見つけやすいでしょ。ナタの勇士たちよ、命の叫びを聞きたまえ。我々は記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち、運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。Shima wa ni fi fi
八神の国にカチーナと彼女の子名が見当たらない。見つからないってどういうことだ？本来なら反魂の歌が読まれた後、エンジン様が復活した人を連れて炎の中から出てくるはずだ。だが、どういうことだ？こんなこと初めてだぞ。言うまでもない。つまり勝てなかったってことだろ。考えてみろ。これまで戦争で勝った人は誰もが反魂の歌によって再び命の火を灯らせた。なのにエンジン様は八神の国でカチーナを見つけられなかったんだ。ということは彼女たちの勝利に何か裏があったってことだろ。またお前らか。カチーナに負けたのがそんなに納得いかないのかよ。みっともない真似はよせ。根拠のない憶測はやめろ。私たちはアビスと戦う任務を確かに完遂した。完遂っつってもいろんなパターンがあるだろう。例えばあの嬢ちゃんがおじけついちまって何の役にも立たなかったとかな。とにかくチームは勝ってもあいつだけは大礼に認められなかったってことだ。あなたの英雄をそんな言葉で侮辱しないで。カチーナちゃんはアビスとの戦いで命を捧げて今も帰ってきてないんだよ。それなのになんでそんなひどい言われ方をしなきゃいけないわけ。落ち着け、ムアラニ。こんな奴と争っても何の意味もない。でも侮辱されたままなんて許せないよ。英雄の侮辱だと？ふん、あいつが英雄だったらの話だけどな。この場にいるみんなも考えてみろ。あの嬢ちゃんに問題があったのか、それともエンジン様とナタのルールに問題があるのか。確かに反魂の歌で復活できないってことは勝てなかったからと解釈するしかないな。もしかして大礼は勝利に対して独特の考えを持ってるとか。それにあの女の子なんだか弱々しい感じだったし。オイラはカチーナが戦いから逃げたなんて信じないぞ。そういうやつじゃないからな。そうだよ、あの子は絶対逃げたりしない。ずっと予従者の戦争に憧れてたんだから。たとえどんな困難にぶつかろうと、恐怖に打ちひしがれ足がすくむようなことがあろうと、あの子は誰よりも真っ先に立ち上がるはず。事情が明らかになるまでカチーナちゃんの悪口を言って憂さを晴らそうだなんて考えないで。まあいい。予順者の戦争で何が起きたか、名誉を傷つけたのは一体誰なのか、じきに明らかになるだろうよ。もういい、静かに。戦争を勝ち抜いた全ての者に疑惑の目を向けることは許されない。カチーナも我々が敬意を払い祝福すべき英雄だ。だが彼女が再び燃え盛らなかったのもまた事実。詳細は調べているが、まずはこたびの件私から詫びよう。他の被害者を出さぬよう調査が終わるまで帰化聖夜の巡礼をしばし中止とする。
全てを予見し、一切の過ちを未然に防げる者はいない。私も同じだ。疑うことは真実を求めるための手段、決して他人を攻撃する武器にしてはならない。そんなつもりはありません、エンジン様。私はただなら直接私に問うといい。無論その返答を疑っても構わない。今この場ではっきりさせたいことはまだあるか？いえありません。疑念を抱いているというのに何も聞かないとは、君たちにとって真相などさほど重要ではなかったようだな。こいつら名誉を守るどころかエンジンに質問する勇気すらないんだな。エンジン様、質問よろしいでしょうか？私の友達は、カチーナちゃんはどこにいるんでしょう？私にとってとても大切なことなんです。無礼を承知で申し上げますが、詳細は調べているだけではどうしても納得がいきません。現時点で把握していることは全て伝えた。もし一刻も早く真相を解き明かし救助したいのであれば、こたびの調査に加わることが最も有効な方法だ。どうだ、志願するか？はい、もちろんです。よろしい、では談義室に来てくれ。私たちも行こう。ああ、せっかくの機会だ。もし旅人も都合がつくなら談義室で少し話せるだろうか。調査に進展があれば各部族の長に伝えよう。みな安心してくれ。他に質問がなければ解散とする。こたびの再燃の儀式の至らぬ点においては改めて詫びよう。え、さっきオイラたちにも来てほしいって言ったよな。エンジン様がああ言ってくれたんだ。俺も状況を把握するため同行しよう。急を要する事態ゆえ早速本題に入ろう。カチーナが我らナタの英雄であることは疑う余地がない。今回起きたことについては心より詫びよう。ヤガミの国で原因不明の騒動が起き、カチーナの行方が分からなくなった。私も彼女の居場所をつかめていない。原因を特定し状況を打開しない限り、反魂の歌は本来の力を発揮できない状態が続く。つまりカチーナが戻ってこれなくなるってことか？ああ、ヤガミの国の問題が解決するまで彼女とはしばらく会えない。しばらくってどれぐらいですか？具体的なことは何とも言えない。カチーナちゃんはずっと余巡者の戦争に参加することを夢見てきました。あなたを守るための力になりたいって。あの子は絶対に犠牲になることを恐れません。カチーナちゃんはエンジン様が必ず自分の命を再び燃やしてくださると信じてるはずです。稽古に疲れて二人で一休みするとき、あの子はいつも反魂の歌のメロディーを口ずさんでいました。困難を乗り越えた後、ここに帰ってきてみんなと抱き合いながら興奮と喜びを分かち合うはずだったのに、あの子を応援してきた人たちは一体どんな気持ちで現状と向き合えばいいのですか？安心して彼女の帰りを待てばいいのですか？それとも涙を流しながら悲しめばいいのですか？私たちは彼女の友達？それとも殺した張本人ですか？言い過ぎだ、ムアラニ。構わぬ。君の怒りと悲しみは理解できるからな。私は決してカチーナの生死を軽んじているわけではない、ムアラニ。できれば私もいち早くカチーナを連れ戻し、
君や彼女の安否を心配する人々を安心させたい。今直面している難題を詳しく説明しよう。もう少し耳を傾けてくれないか。先日龍泉の州が襲撃された件と照らし合わせて考えるに、おそらくアビスはナタのルールを乱す新たな方法を見つけたのだろう。ルールを乱す。周知の通り、成果はナタがアビスにこうするための根幹だ。もし引き続き非化成野の巡礼を開催し余巡者の戦争を行えば、新たな犠牲者が出るかもしれない。しかしこのまま取りやめれば、聖火の力が次第に弱まり、各地にアビスが溢れてしまう。そうなれば今後龍泉の州のような災難が幾度も起こるだろう。両者を比較すると後者の方がより危険ですね。悪い、こんな無情な話はしたくないが、マリポの忌日として代償を図るのは俺の責務だ。事実の残酷さを十分に理解してこそ、怒りに駆られず冷静に現実を見つめることができる。だがこたびの災難の当事者であるムアラニにとって、忌日のようにどちらの苦しみがより重いかを判断するのは難しいだろう。はい、私には分かりませんし、分かりたくもありません。苦しみの重さを比べること自体、被害者に対して失礼だと思います。なら私が帰化聖夜の巡礼を中止にしようがしまいが、君の苦しみは変わらない。そうだな。はい、カチーナちゃんのことは心配でなりませんが、だからといって他の人を犠牲にしたくはあります。問題の核心はそこだ。単純な比較や選択に頼ってもこの問題は解決できない。私がどの選択をしようとそれぞれ犠牲者が出る。ただいずれにせよ、ナタ人は非化成野の巡礼に疑惑の念を持つようになるだろう。そのような疑惑が浮かび上がれば、団結してアビスに立ち向かっていた人々の心は離れ、アビスの目論みは成就する。あの者らの最終的な狙いは、反魂の歌に関するルールを乱すことだけでなく、人々が持つルールへの信用を瓦解させること。故にカチーナのような二人目の犠牲者を出さず、かつ各部族の守衛の力を強化する策を講じたいと考えている。その上で成果を盛り返す方法を模索し、アビスを阻止する。無論これは容易ではない。少し時間が必要だ。ここまでの話で君の怒りは少し収まったかな。エンジンがここまで丁寧に説明してくれるなんて、もっとバチバチの展開になるかと思ったぜ。先ほどは感情的になってしまい申し訳ありませんでした。おっしゃる通り、まず問題を解決する方法を考えるべきですね。成果の力を維持することが問題なら、余巡者の戦争だけを一時中止にするのはどうでしょうか。それも考えたが、長きにわたり両者は切っても切れない関係にある。余巡者の戦争が中止となれば、非化成野の巡礼を勝ち抜いた際の栄光も失われ、参加者が減るだろう。それに伴って各地区の炎の量が減っていく。これでは悪循環だ。カチーナちゃんはアビスに人質に取られたのでしょうか。他の国でも地脈という概念を聞いたことがあるだろう。八神の国も似たような存在だ。短い間なら八神の国に滞在しても特に問題はないが、アビスの影響が加わるとなれば話は別だ。個の存在が飲み込まれる速度が上がり、最終的に無数の魂と一体化してしまう。一杯の水を川に注ぎ込み、そして再度すくい上げても元の水とは異なる。それと同じ理屈だ。これが彼女の直面している危険となる。今置かれている状況と予測される結果をごまかすつもりはない。先ほどエンジン様がおっしゃったように、両方の解決策を模索することは私も賛成です。
カチーナちゃんを探すことは私に任せていただけないでしょうか。エンジン様は聖火の問題の解決にお力を注いでください。アビスがカチーナにもたらした危険は君にも同様に起こりうる。二度と戻ってこられない可能性が高いが、それでも構わないのか。カチーナちゃんが助けを待ってる。私が気にしてるのはこれだけです。予順者の戦争で彼女を守れなかった私にも責任はあります。私にも行かせてください。オイラたちは了解した。では君たちの行動を全力でサポートしよう。名園の主は地脈から古名を抽出する技術を習得している。カチーナの古名が見つかれば、私は両者のつながりを利用し、八神の国における彼女の位置を特定可能だ。そしてその次が最も困難なのだが、君たちに八神の国に向かってもらい、彼女を連れ戻してもらう。そこって魂の国なんだよな。オイラたちも行けるのか。通常ならそこに入れるのは私たちの意識のみだが、人をそのまま送る方法もある。だが八神の国による拒絶に加え、アビスの力による侵食にも耐えなければならない。私は構いません。私もです。アビスの力と戦うことにはとっくに慣れています。ビビってるのってオイラだけか。しょうがない、こいつが行くならオイラもついていくぞ。名園の主シトラリは以前、大霊と意思疎通を図るための道具スピリットストーンというものを作った。本来は部族の長が儀式で使う道具なのだが、その原理からして古名を探すのにも適している。数日前、かがり木の民に届けたが、今回の件で役に立つとはな。いろいろと助けていただいてありがとうございます。ビビたる力だ、礼には及ばない。こたびの救援活動を動かしたのは私の援助ではなく、君たちの友情と勇気にある。むしろ助かったのは私の方だろう。君たちがいなければ一人窮地に陥っていた。君たちと初めて言葉を交わすというのに、図らずも重々しい場面になってしまったな。君の功績は耳にしていたよ。君がナタに足を踏み入れた時からずっと君に会い、最上級のおもてなしをしようと思っていたのだ。なんでだと？他の国でもそのような待遇を受けてきたのではないか？最初はそうでもなかったけど、今じゃそう、最高レベルの待遇を受けてるな。何しろ君たちは運命をも凌駕するものだからな。機会があればまたゆっくり語らおう。君が思っているより私は多くのことを知っているかもしれないぞ。緊急事態でさえなければ今宵は杯を交わし、楽団のステージを見るのにぴったりだったんだがな。あ、そうだ、エンジン様、アテアおばさんからこれを渡すようにと預かったんです。先日のアビスの襲撃でおばさん怪我を負ってしまって、この中には私の思いと意志が宿ることでしょうと、エンジン様に伝えればきっと分かってくれると。この日がこうも早く訪れるとは。彼女の命を象徴する炎がお守りの中に流れているのがはっきりと感じ取れる。だが流線の州の温泉で直接手渡ししてほしかったな。私は彼女の戦友なのだから。安心してくれ、これは私にとって大切なものだ。大事に預かると約束する。ことが一段落したら彼女に会いに行こう。ピカ聖夜の巡礼を中心にしたのは、核蓄の炎の量とは関係がないんじゃないですか。ああ、そもそもとっくに足りていないからな。
それも深刻なほどに。アビスの侵食が進行したことで炎元素力はひどく不足している。状況はもはや極めて悪い。非化聖夜の巡礼が何の役にも立たないなら、いっそのこと中止にし、各部族を守ることに戦力を集中させるべきだ。カチーナが八神の国に迷い込んだのもアビスの最悪の表彰に過ぎない。はあ、確かにこのことをみんなに知られてはいけませんね。ああ、じきにナタが滅びると民衆が知れば大きな混乱を起こしかねない。だが私が何も言わなければ対立は激化し、我らが英雄にあるまじき疑惑を向けられてしまう。また二択の問題ですね。後者が最適解であるのは明らかですが、あなたはそう判断しない。私はただ犠牲者が少ないからといってそれが正しいやり方であるとは思っていないだけだ。行こう。まだ対策は取れる。成果ならしばらく持つはずだ。もしかして。あ、ついてきてくれ。成果はアビスの恐れるものであり、ナタの安寧を維持する根幹だ。決して消えてはならない。理由の準備が整うまで私自身の力を持って灯し続けよう。しかしその方法で維持できる時間は限られているでしょう。残りの5名の継承者の方に力を注ぐべきだと思いますが。気をせいて本末転倒になってはならない。大霊に選ばれし者はすでに運命に定められた冒険の道を歩み始めた。その結末を描くのは本人たちであり我々ではない。我々にできるのはその者たちを支援することのみだ。としてもエンジン様自ら犠牲になるのは私の他に成果を維持できる者などいるか。この身は強大な力を持つが、それは決して好機を意味するわけではない。私は私の責務を果たしているまでだ。エンジン様、ファデュイです。さすがはナタの神、その名に恥じぬ手腕だ。地脈の秘密については存じている。とうに運命は破滅を示唆しているのだ。なのに500年前の約束は未だ果たされていない。お前が神の心を持っていたところで何の役に立つ。その口ぶり、女皇の命以外にも来た理由があるようだ。気球の時には誰かが救世の責務を果たさねばならない。お前の計画が滞っているなら、俺がナタのために新たなルールを作ろう。だが神聖の前には破滅が必要だ。長話をする気はないようだな。ああ、君や私のような人間は言葉より力だったな。
名言の主か。命令だ、隊長とその幇助者をすべて見つけよ。大丈夫ですか、エンジン様。手強い相手だ。さすがファトゥス第一位だけのことはあるな。エンジン様に匹敵する人間がこの世界にいるとは。彼はスネージダイヤの助行のために来たんでしょうか。でもなぜ500年前のことを。確かに彼はナタについてどれくらい知っているのでしょう。ファトゥスたちは神の心に対して共通の認識を持っているものの、おのおのに目的がある。あの隊長も何らかの目的があるのだろう。とにかく相手が動き出した以上、当面の計画は一旦中止せざるを得ないでしょう。次にまたファデュイが襲ってきたら太刀打ちできる者はいません。もう時間がないのだ。先ほどの戦いで最後に与えた傷はしばらく彼の足を引っ張るだろう。それと彼を助けたあの力は名言の主によるものだ。つまり内部に裏切り者がいるということですね。確かなことはまだ言えないが、もしそうだとしたら貴重な転機にもなりうる。最後の一撃を打ち込んだ瞬間、その体内に何か特別な存在を感じた。それを詳しく調べよう。キーニチ、名言の主のところに行って彼を助けたのが誰なのか調べてくれ。シトラリを尋ねればいいだろう。彼女なら知っているはずだ。はい、すぐに向かいます。ただエンジン様のご決断は変わらないのでしょうか。ああ、案ずるな。この土地を守っているのは神だけではない。私たちが信じるべきは皆で共に見つけたナタの未来へと通じる唯一の道だ。エンジン様、大丈夫ですか？心配無用。ただ少し悔いているだけだ。まだ髪を燃やせるうちに写真でも撮っておくべきだったとな。もう手遅れだ。あの子たちの旅が順調であらんこと。ラクラス。競技場がすごいことになってるぞ。爆発でも起きたのか。どうやらエンジン様が手を下されたみたいだ。相手もかなりの強者だったと伺える。 どうすればいいんだ。今から戻るか。エンジン様を信じよう。正面対決であの方が負けるとは到底想像できない。うん、こっちの剣を片付けたらすぐに戻ろう。そうだな。じゃあ引き続き登るか。これ以上トラブルが起こらないといいんだけど。あの人がカガリギの民の族長ワイナだ。行こう。おお、チャスカじゃないか。久しぶりだな、ワイナ。挨拶は省かせてもらおう。スピリットストーンを貸してもらえないか。待て待て、せめて何に使うつもりなのかを教えてくれ。友達のカチーナちゃんが八神の国に閉じ込められちゃったの。その子を助けるためにはスピリットストーンで彼女の孤名を見つけ出す必要があって。助けるって
八神の国に行くのか。八神の国か。あそこは気に障るかもしれないが許してくれ。私に言わせれば、君たちの行動は一人前の戦士にふさわしいとは到底思えない。戦場では一瞬で状況が変わったりする。予想外の事態が起きるのも仕方がない。だが悲劇が起きたのなら、それ以上の死傷者を出さないための手立てを講じるべきではないか。気遣ってくれてありがとう。でも一人前の戦士になる代償として、戦場に残った仲間を見捨てないといけないなら絶対に賛同できない。リスクは覚悟の上だよ。ま、そう言うと思ったよ。どうしたワイナー、普段と様子が違うぞ。冒険のない人生なんて不完全な人生だってのがお前の口癖じゃないか。気にしないでくれ。さすがに八神の国となると場所が場所なだけにな。ただ君たちの決意を確かめたかっただけさ。そこまで意志が固いのならこれ以上は止めない。ほら、スピリットストーンだ。ちゃんとしまっておけよ。壊しても予備はないからな。助かる。お前ら昔からの知り合いなのか。でもチャスカは火翼の集いだよな。チャスカは名の知れた調停者で、どの部族も争い事が起きたら彼女に仲裁を依頼する。そうしているうちに自然と親しくなったのさ。それにチャスカには妹がいてね、クイクって子なんだけど、よくうちの部族に遊びに来ていろいろと手伝ってくれてるんだよ。妹がいるのか。ああ、機会があれば紹介しよう。さて話を本題に戻そう。ワイナ、スピリットストーンの使い方は？君たちもすでに聞いてると思うが、八神の国は現実の世界と全く異なる。あそこはまるで概念が流れる川のような場所だ。君たちが探そうとしている古名は川を泳ぐ魚だと考えればいい。で、スピリットストーンは川に浮かぶ漁船に当たる。だが船だけじゃ足りない。経験のある漁師が必要だ。私がその船を操縦したらダメなの？君の実力と才能からすれば、まあうまくいくかもしれないが、まだ経験が足りない。安全を期すなら私からある人物を紹介できる。それは？名を馳せたかがり木の民の戦士、数えきれないほどの戦場をくぐり抜けてきた伝説の偵察員。鋭い観察眼の持ち主でかなり勘が働く。それに彼の古名の意味は探察だ。古名を探すなら彼ほどぴったりな人選はいないと思うよ。ピジャマ？聞き覚えのある名前だな。アテアおばさんが言ってた戦友じゃない？その人の話なら聞いたことがあるよ。どこに行けばその人に会えるの？マルコが死んでからあいつはよく崖の上から遠くの景色を眺めてる。崖の方に行けば会えるだろう。ありがとう、行ってみるよ。はあ、ああ、うまくいくことを祈ってるよ。崖の上から景色を眺めてる人、いたぞ。こんにちは。お前がビジャマか？そうだが、何か用か？なんだと？じゃあ、八神の国に取り残されたその友人は生きて帰れる可能性があると？そんなことありえるのか？いや、八神の国じゃそういった類の奇跡だって起こりえるかもしれん。そしたら大丈夫か？顔色が悪いぞ。
何でもない。分かった。手を貸そう。ただし、俺からも一つ頼みがある。まずカチーナの孤名を探すために協力する。その後、スピリットストーンを貸してほしい。俺も友人の孤名を探したいんだ。友人？あ、さっきワイナがマルコって名前を言ってたけど、そいつのことか？ああ。だが、彼のことはあまり話したくないんだ。すまない。構わない。その条件を受け入れよう。うん。カチーナちゃんの孤名を探すのを手伝ってくれたお礼は必ずするから。ああ、スピリットストーンを見せてもらえるか。なるほど、大体わかった。アビスの教文の原理と少し似てる。八神の国と俺たちがいる世界をつなぐことができるようだ。一旦つながれば、餌の匂いを追いかける魚のようにアビスが湧き出てくるだろう。集落内で使うことはできないな。おお、すごく詳しいんだな。詳しいとまでは言えないが、大体の使い方ぐらいならわかる。原理についてはさっぱりだがな。これを発明したのはシトラリって言ったか。大した才能だ。俺はこれから郊外に行って、スピリットストーンの設置と調整を行う。その間、お前たちにはある二つのものを用意してもらいたい。何が必要なの？すぐ買いに行ってくるよ。まずは、鍵縄だ。集落の商人のところで簡単に手に入るだろう。網を編むのに使うから、多めに用意してくれ。網？コメを捕獲するために使うってこと？でも、実体のないコメを実体のある網でどうやってすくい上げるの？八神の国でも現実の世界の網に対応する概念を見つけることができる。わかりやすく言えば、網の概念でコメの概念をすくい上げるんだ。なるほど。二つ目は？黒曜石を一つ、いや、二つ用意してくれ。コメを現実の世界に持ち帰った後、黒曜石に保存する必要がある。本来なら小玉の子のところで買う必要があるが、ちょうどそこの行商人がこちらに来てると聞いた。運が良ければ手に入るかもしれない。お、分かった。ではしばらく別行動だ。あそこに空き地があるだろう。物が揃ったらそこに来てくれ。そうだ、俺がスピリットストーンを独り占めしないよう見張りをつけなくてもいいのか？シャスカはどう思う？必要ない。確かに初対面ではあるが、ワイナが紹介してくれた人なら信頼できる。ありがとう。信頼という言葉は今の俺にとっては嬉しくも何ともないがな。スピリットストーンの設置と調整には時間がかかるから、焦らず待っていてくれ。また後でな。変わったやつだな。なんか疲れてるように見えたけど、スピリットストーンの話になった途端、やる気が目に見えて出てたぞ。うん、私もちょっと気になった。とりあえず言われた通り、鍵縄と黒曜石を用意しよう。カチーナちゃん、もう少し待ってて。必ず助けに行くから。鍵縄？クライミング用のでいいかい？うん、ここにあるものを全部買いたいの。いくらかな？全部？そうだね、3万モラでどう？じゃあそれでお願い。お、あっさりうなずいたね。むしろ値切ってほしかった感じ。でも今は余裕がないから、急いでくれると助かるな。
はいよ。じゃあサービスでいいこと教えてあげる。鍵縄を買いに来るお客さんはほとんどがクライミングの愛好家でね、クライミングを学びたいならロカって人を訪ねるといいよ。はい、これで全部だ。持っていきな。次は黒曜石だな。ビチャマが言ってた行商人はあそこにいる。行こう。こんにちは。黒曜石ってあるかな。黒曜石かい。ほれ、そこに一つあるよ。よかった。まだある。二つ欲しいの。まいったな。今持ってる雑貨の中に紛れ込んでるかもしれないが、探すとなるとそこの箱をひっくり返すことになる。お願い、探してくれる？ここで待ってるから。あまり気をもむな。今のところ順調だ。そうだね。さっきリチャマの友人の話を聞いたとき、なんだか彼は私と同じ気持ちなんじゃないかなって思ったの。黒曜石がもう一つ見つかればいいんだけど。カチーナちゃんっていつもキラキラした石をたくさん持ち歩いてたんだ。もし八神の国に閉じ込められたのが私だったら、あの子すぐ黒曜石をいっぱい取り出してたかも。お、あったあった。お嬢さん、これでいいかい？ああ、どうもありがとう。いくら？お前さんたちが来なけりゃ売れもしなかったもんだ。二つで3000モラにしてやるわい。さ、持ってきな。ところでさっき、ビチャマって聞こえたが、彼に頼まれてきたのかい？あいつはどうしてる？マルコがいなくなってからもう5年だ。そろそろ立ち直ってくれるといいんだが。あいつのことよく知ってるのか？よく知ってるってわけじゃない。ある日酒を飲んでたら偶然耳にしたんだ。彼とマルコは幼馴染で、戦闘が得意なマルコは数人の大男を片手で倒せるほどの手だれで、ビチャマは偵察と分析に5年前、またもや帰化聖夜の巡礼を勝ち抜いた2人は同じチームに。しかし出発の前夜、かがり木の民がアビスの小規模な襲撃にあったんだ。その時、それでどうなったんだ。同じチームのメンバーが訪ねてきて話し合った結果、彼ビチャマ自身も足を引きずりながら前線に出たところでチームの荷物になるだけだったが、その時に限ってアビスの魔物の数が予想をはるかに上回っていてな。ビチャマは全て自分のせいだと自ら追い込み、それ以来ずっと落ち込んでる。そうだな、人が後悔する理由は行動を間違えたからだけじゃない。何もできなかった自分、過去には戻れないから前を向くべきだと彼に言ったんだが、なかなか。わしらはアビスのせいで多くの苦しみを強いられてきた。永遠に言えようのない傷。話はこの辺にしておこう。もし機会があればお前さんたちも。頼んでたものは揃ったか？うん、ここにあるよ。いつ始められそう？スピリットストーンは調整済みだ。すぐにでも始められる。約束通り、まずカチーナの孤名を見つけるのを手伝おう。それが終わったら今度は。ああ、なんだ。ああそうだ、マルコが死んだ後戦場を見てきたんだ。あいつが負けたのはとてつもなく強い敵にあったからじゃない。
数えきれないほどのアビスの魔物に囲まれたせいで死んだんだ。もしあの時俺がいたら、前もって危険を察知できていた。敵陣に足を踏み入れないよう慎重にチームを進められたはずだ。あの日から俺はずっと自分を責めてきた。そしてお前たちからカチーナのことを聞いてふと思ったんだ。もしかしたらマルコも死んでなんかいないかもしれない。まだ八神の国で抗ってるかもしれないってな。でももう何年も前のことだって聞いたぞ。あそこにいる命はだんだん他の多くの魂と一体化するってエンジンが言ってたけど。いくら小さな可能性でも試してみたい。あいつと約束したんだ。アビスを相当できなくとも最後の瞬間まで共に戦おうってな。話はここまでにしよう。急がないといけないんだろ。概念としてのコメイを捜索してる間、周囲に欠片が散らばるかもしれない。その欠片を集めてくれ。それから戦闘の準備もしておけ。さっきも言った通り、スピリットストーンによって現世と八神の国がつながればアビスの力が湧いてくる可能性がある。あの金色のやつがリチャマの言ってたかけらじゃないか。近づいてみようぜ。いざ。ままに。それ。剣女盤石。風を知れ。そこだ。少しいいかい。リチャマ、まだか。もうすぐだ。もう少し待ってくれ。受け取れ、早く。カチーナのコメを見つけた。待ってろマルコ、あともう少しだ。おかしい、アビスの力がどんどん強まってる。彼の体がアビスに侵されてる。リチャマ、このままじゃ。この命は5年前に亡くなるはずだったもんだ。頼む、もう少し時間をくれ。ほんの少しでいいんだ。ありがとう。マルコ、クソ、なんで見つからないんだ。どうして。これ以上待てない。ムアラに彼を引き離せ。試したけど、アビスの力がしつこく絡みついてて、まるで見えない鍵縄が彼とスピリットストーンを縛ってるみたい。仕方ない。すまん、シトラリ、避けろ。あのまま放っておけば暴走していただろう。他に止める方法もなかったから、
壊すしかなかった。お前たちは爆発の衝撃で吹き飛ばされたんだ。しばらくめまいがするだろうが、よくある症状だから心配はいらない。次からは何かやる前に一言言ってよね。さっきはすぐに動けたからよかったけど。避けろと言ったろ。もう、それでも間髪入れずに壊したじゃん。みんなが君みたいな瞬発力を持ってるわけじゃないんだよ。私たち全員派手にやられるところだったんだから。次から気をつける。にしてもカチーナちゃんのコメが無事でよかった。あれ、ビジャマは？ビジャマ、ビジャマ。結局マルコのコメは見つからなかった。もう消えちまったのかもな。コメが消えればそいつは永遠に帰ってこられない。こうなるだろうって最初から予想してたが、やっぱ手遅れだったか。あいつらが出発したあの瞬間からもう手遅れだったんだ。ビジャマ。彼はここ数年さまざまな慰めの言葉。手の中で何か光ってるぞ。手？これは。おいマルコ、まだ力は残ってるか。剣を振る力は残ってないが、喋る力ならまだある。喋れたってしょうがない。俺たちの遺言を聞いて本当にここで死ぬのか。死ぬのは怖くないが、お袋が知ったらどんな顔するかちょっと想像がつかないな。その点俺はマシだ。ピサック、厄介事を人に。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいないか。でもビジャマ、君は来なくてよかった。悲しむ必要はない。俺の分までしっかり生きてくれ。今回の釣りは収穫が皆無だったわけではなかった。ああ、またあいつの姿を見れて、あいつの声が聞けて、心の底から嬉しさがこみ上げてくる。だが喜びの後に押し寄せてくるのはさらなる苦しみだ。苦しみ？なんでだ？マルコはいつもそうだった。何の未練もないように振る舞ってたが、あいつの手はずっと震えてたし、かろうじて笑みを絞り出してた。あいつと共に戦えなかったことを俺はここ数年ずっと後悔していた。まさか命が尽きる瞬間あいつも友のことを考えてたとは。リチャマ、俺は大丈夫だ。族長のワイナは最初お前たちが八神の国へ向かうことに反対してたと聞いた。実は俺も迷ったんだ。コメを探すことを手伝うのはつまりお前たちを死地に追いやることだからな。だが一方でお前たちの気持ちは痛いほど理解できた。生きていれば多くの後悔に苛まれる。やり直せるチャンスはほとんど与えられない。罪悪感が心の中で膨らんでいけば、戦士にとって何よりも貴重な資質が奪われちまう。なら最初から最も勇気のいる、もし過去に戻れるなら俺は絶対に前線に行く。怪我をしていても俺にできることはあったはずだ。たとえ結末を変えられなくても、あいつと最後まで共に戦えただろう。今になってようやく分かったよ。一度機を逃したら取り返しのつかない重要な選択があるってことにな。だがお前たちはまだその選択の岐路に立ってる。
俺と同じような悔いを残してほしくない。ありがとう。君の言葉のおかげでより決心が固まったよ。安心して、必ずカチーナちゃんを連れて帰るから。私はあの子を必ず見つける。だって約束したんだもん、絶対に一人にはしないって。ならよかった。なんだ、体が。ひとたびアビスが体内に入れば、その一部が臓器と同化してしまう。幸い旅人のおかげでアビスの影響を抑えられてる。あといくつか処置を試してみるといい。例えば呼吸の頻度を下げ、意識的に精神を鎮めるのも有効だ。だいぶ良くなった。かなり詳しい。ただの経験談だ、大したことはない。とりあえずカチーナちゃんの孤名を手に入れたから一歩前進だね。まずはビジャマをかがり木の民のところに送ってあげて、ワイナにも知らせよ。スピリットストーンを破壊するしかなかったこともワイナに謝らないと。許してくれるよね。なあクイク、そこに立たれると私もどうしたらいいか困るんだが。私が何を言おうとしてるかワイナおじさんも分かってるよね。君たち二人は本当に懲りないね。このおじさんはもうお手上げだよ。なあ戻ってきた。クイク、なんでお前がここにいる。しらを切るつもり。私がなんでここにいるかお姉ちゃんも分かってるでしょ。皆さんごめんなさい、この人を数分お借りするわ。ほらついてきて。まったく、しばらく失礼する。あのクイクって。ま、話せば長くなるんだが、チャスカの妹なんだ。血はつながっていないがね。部外者の私が言うのは少しはばかられるが、まあ秘密ってわけでもない。実はチャスカはククリューに育てられたんだよ。彼女は幼い頃ある珍しい病気に患ったことを理由に捨てられたそうだ。その時にアビスの侵食にあってね。ただアビスに飲み込まれる瞬間、彼女の中に生きる意欲が芽生えたんだ。その意欲を糧に彼女は奇跡的に生き残ったが、同時に彼女の中に闘争の種がまかれた。その後彼女はククリューに引き取られ、ククリューと共に各地で戦ってきたんだ。なんか戦ってる場面が自然と目に浮かぶな。それからクイクの親に引き取られて人間社会に戻ったんだが、当時のチャスカはまだ戦う癖が抜けてなくてな。クイクはしょっちゅうそんな姉を連れていろんなところに謝りに行ってた。懐かしいな。私も小さい頃チャスカと取っ組み合いの喧嘩をしたことがあるんだよ。彼女との仲はまさに雨降って地固まるってやつなんだけど、今はその衝動をちゃんと抑えられてるみたい。しかも人々の争いを仲裁する調停者になるなんてね。でもクイクとはまだ喧嘩するんだね。大きくなってからはもうしなくなったと思ってたけど。はあ、それに関しては私にも責任がある。もしチャスカが危険な。なるほど。だから八神の国に行く私たちを止めようとしたんだ。私はもちろん君たちの冒険を応援しているよ。若い時には冒険も大切だ。私でもクイクの気持ちもわかる。大切な家族が命を懸けてまで冒険するのは。
ここなら誰もいないわ。さあ1分あげるから白状なさい。何も言うことはない。たとえ認められなくても私はただやるべきことをやるまでだ。クイクも知ってるだろ。そういう開き直った態度を取られるのが余計嫌なのよ。八神の国も国なんだから海外だろ。またまた言い訳ばっかり。まず一つ約束したよね。危険レベルを4段階に分けたでしょ。不可避な場合を除いて危険レベル2までは許す。どんなにやむを得ない状況でも危険レベル3までが限度だって。あたしからすれば八神の国は危険レベル4、つまりマックス。正々堂々と競技を勝ち抜いたわけだし、それにこの件は自分にも関係してる。だからこっそりする必要はない。二つ目、ワイナおじさんを買収したでしょ。お姉ちゃんを止めてくれるって約束したのに、おじさんたら何もしてないじゃない。ワイナを問いただす気か。だが彼では私の考えを変えられないし、どんな方法を使っ、ほらフォロー出したわ。やっぱりお姉ちゃんの独断だったんでしょ。今回の件に関してはクイクが私の立場だったとしても行くはずだ。私は私、お姉ちゃんはお姉ちゃん、ごっちゃにしないで。私は広報勤務の医者よ。お姉ちゃんが危険を顧みないで無茶するなら医者として叱りつける責任があるわ。ああ、わかった。まだあるか？何よその言い方。しっかり反省して絶対に行かないって約束して。ストップ。今回はガチなやつか、それともちょっとした口喧嘩の。おね、いっちゃ、うん、私がちょなら私もはっきり言っておこう。カチーナがこんな目にあったのには私にも責任。でももしお姉ちゃんが自分の衝動を抑えられなかったら同じ結果になるのよ。その話は別だ。モラルと責任の大切さについてはお前が教えてくれたろ。ナタの地に暮らす人間として叱るべき素質を備えるべきだと。自分自身の置かれた状況を正しく把握することもモラルの一つだって言ったはずよ。どちらかを諦めないといけない時だってある。もうやめにしよう。これ以上とやかく言うなら。何よ脅してるわけ。クイク、どうしても行くの。私が何を言ったって無駄ってこと。妹なら私たちの凱旋を待っていてくれ。はあ、お姉ちゃんしょうがないわね。お姉ちゃんったら本当に頑固なんだ。まったく頭が痛い。何か言いたいことでも。君たち二人は血こそつながっていないが本当に性格がそっくりだよ。そうか。前にクイクにも同じことを言ったら彼女もそうかなとさ、言うことまでそっくりときた。部外者である私が言うのもなんだが、時間があるときには妹と過ごしてやりなさい。君たちは二人とも強い子だ。だが強さは孤独に耐えられることを意味しているわけじゃない。ありがとう。気にするな。さてスピリットストーンを使い終わったのなら返してもらおうか。儀式の道具だから私のところで保管しといた方がいいとキーニチが言っていた。借りたのは1個だったが2個返そう。ん？そうだったのか。まあ人命に関わる緊急事態じゃやむを得なかったのだろう。しかし問題はシトラリの方だ。特に彼女のものを壊してしまったとなると、後で私から彼女に説明しておこう。八神の国に着いたらくれぐれも気をつけてくれ。無事帰ってくるのを待っているよ。
詳しく話すとなると少々複雑だ。かいつまんで説明しよう。またファデュイか。どこに行ってもあいつらってちょっかいをかけてくるよな。エンジン様が力を失った。もしそれをファデュイが知ったら、その隙をついて攻めてこないでしょうか。だからこれは我々だけの秘密だ。決して口外しないように。でないと私は窮地に立たされる。君たちを安心させてあげたいのは山々だが、様々な勢力に追われている今、とても心を休められるような状況ではない。面倒事は私に任せ、君たちはやるべきことに専念すればいい。エンジン様を支えて私も力を貸すぞ。大した力はないけど。謙遜しすぎだイアンさん。北条の国の誇りである君の実力は誰もが知っている。そのごめんなさい。みんな心配事をたくさん抱えてるのに、私は感情に任せてばかりで。謝る必要はない。誰にでも感情はあるし、私も例外ではない。君の気持ちはよくわかる。カチーナの孤名を見つけたのなら早速探しに行くとしよう。さあついてきてくれ。よく気づいたな。ここは私が様々な記念品を保管している場所だ。実際に見るのは初めてです。こんなにたくさんあるなんて。全ての部族のものが揃っていますね。集めるのにさぞ苦労されたことでしょう。趣味のようなものだ。ナタでは誰もが英雄の物語を聞きながら大人になるからな。物は記録を残すのに優れた媒体だ。人の脳よりよほど頼りになる。私はこれから儀式の準備をしなければならない。準備が整うまで自由に見学していてくれ。もし興味をそそられる品があれば、その歴史を聞かせてあげよう。じゃ、遠慮なく見学させてもらうぜ。これはアテアのお守りだな。君たちも知っての通り、このお守りはアテアの人生と共に歩み、戦場で幸運をもたらしてきたものだ。粉塵はしばらく置いておく必要がある。もう少し。さて、一通り見た感想はどうだ。ナタの文化をより感じられただろうか。おう、どの記念品にも物語があるんだな。こうして見るとナタって本当にいろんなことを経験してきたみたいだ。お守りを見るとアテアの言葉を思い出すし、お前にとってここにあるものはどれも特別な思い出を呼び起こしてくれるものなんだろ。ああそうだ。そしてこれら記念品の役割は各部族に伝わる孤名と似ている。我々に時間の真の姿を見せてくれるのだ。時間の姿？我々は時間を一本の線とし、それに沿って進むことしかできないと直感的に捉えている。過去を変えることも未来を予知することもできない。だがもう一つ別の解釈が存在する。私が思うにこちらの方がより真実に近い。同時に存在？何言ってるんだ？言い方を変えよう。君たちが旅の終点にたどり着いた時、どの国、そう、終点にたどり着いても旅で経験したことは消えない。ただ君たちの経験や見聞に変わっただけだ。
そのうちの一つでも欠ければ、君たちは別の選択を取り、全く異なる終点へとたどり着くことになるかもしれない。一方、まだ訪れていない未来にも同じことが言える。現実になってはいないが、それはすでに存在しているものであり、我々はそれを感知する手段を持っていないだけだ。無論、一部の優れたものは未来を予知できる。彼らはそれを運命と称するのだが、こっちの概念なら馴染みがあるのではないだろうか。そう言われると確かに理解しやすいな。まだ起きてないのにすでに存在してるってことか。人間は現在を感じることにしか長けておらず、過去をすぐ忘れ未来をないがしろにしてしまう。ああ、そして非化成矢の巡礼と予巡者の戦争が未来を示してくれる。別の時空のナタ人が団結することでアビスのような難敵にも立ち向かえるのだ。初代エンジンはどれほどの先見の明を持ち、このようなルールを作り上げたのか。あ、初代エンジンもかつて人間だった。大きな力こそ持ち合わせていなかったが、カムクラを利用することで天空から力を借り受け、ナタのルールを作った。このルールがあったからこそ、ナタの人々は誰もが神になりうるのだ。非化成矢の巡礼で選ばれた最強の者がカムクラにつく栄誉を授かった瞬間、その身に烈焔が覚醒する。また同時にナタに関する様々な知識や記憶を得るのだ。先ほど君たちに教えた内容も聖火から学んだものになる。なるほどな。カムクラとルールの力か。あれ、これって家族の絵か？ん？ああ、私の父と母、そして妹と私たち二人で飼っていた古竜だ。父の革鎧から一部を切り取りキャンバスにし、腕のいい画家に描いてもらったものだよ。可愛い妹さんだな。お前とすっごく仲が良さそうだぞ。ひひ。神になる前はただの人間だったって聞いた時は想像できなかったけど、この絵を見ると納得だな。見た感じどこにでもいそうな人って感じがするけど。こんなこと言っちゃまずかったか。今さら聞いたところで手遅れだぞ。ごめん、ちょい口が滑って。冗談だ。このくらいのことで怒るわけがないだろ。他人にどう評されようと、これは私の過去だ。私にとってかけがえのない宝であり、いつ何時も誇りに思っている。人が神になろうと家族とのつながりを断つことはない。ただまあ、忙しさのあまり避ける時間が減るのは事実だが、父は肉を煮込んだ料理が得意でな。妹はそれをよそった食器を手によく私のところに来ていた。そして共に絨毯の上に座って食べるのだ。だがある日、ドアを閉め忘れ古竜たちが入ってきてしまったことがある。そして食器をひっくり返してしまった。すると妹は大泣き。そのいたずらっ子どもは肉を食べようとする手を止め、身じろぎ一つできなくなっていた。床に伏せたままシュンとする姿を目にしたら、どうにも叱責できなくてな。代わりに妹を慰めるのに手を尽くしたよ。へえ。家族とはそういうものだろ。過去の微笑ましいエピソードの一つだ。こういった経験をしてきたからこそ、ナタを守るとは一体何を守ることなのかをひとときも忘れずにいられる。それからどうなったんだ？この絵って結構年季が入ってるし、妹さんはもう大人になってるんだろ？確か建築家と芸術家になったはずだ。数多くの建築物を手掛け、様々な芸術作品を生み出したと。その話はまたの機会としよう。粉塵の準備が整った。そろそろ始められる。イアンサ、ムアラニ、チャスカ、来てくれ。5名を置いたらすぐに始めよう。
天地に通ずる生命の子玉、絶えぬ物語の伝承よ、古の名、この声に運命のものを答えさせよ。また喧嘩か。カチーナちゃん大丈夫？これ見間違いじゃないよね。これってまたアビスが見せてる幻？落ち着いてカチーナちゃん、本物だよ。君を連れ戻そうとしてるの。モアラリちゃん、旅人さん、パイロンちゃん、それにみんな、あのね、ヤガミの国をずっと調べてて分かったの。何もかも大霊がアビスの影響を受けたのが原因だって。大霊なら私を元の場所に戻してくれると思ったけど、とてつもなく強いアビスの魔物にあって、もう少しで殺されそうになって、大霊が残されたわずかな力で私を守ってくれたの。私も魔物を避けながら大霊を救う方法を探そうとしたけど、でもここ本当にめちゃくちゃで、しょっちゅう怖い声を聞いたり恐ろしいものを見たりして。カチーナ、その声を信じてはいけない。アビスが意識を蝕もうとしている証拠だ。自分を守ることだけに専念しろ。私たちもすぐに向かう。そこでじっとしていてくれ。大丈夫だよ。みんなと話せてだいぶ落ち着いたから心配しないで。私弱いし存在感薄いし、忘れられて見捨てられても仕方ないのに助けようとしてくれてありがとう。でも帰る方法は自分で探すよ。私を助けるために危険なことはしなくていいから。カチーナちゃんはいつもそう、強がらなくていいんだよ。私たちは絶対に助けに行くから。アビスに何を吹き込まれたか知らないけど、これだけははっきり言える。カチーナちゃんを荷物だと思ってる人は誰一人いない。予順者の戦争を勝ち抜いた君は間違いなくナタの英雄なの。英雄として喝采を浴びるためにも、私たちが迎えに行くのをおとなしく待ってて。信じてくれればいい。我々は一人で戦ったりしない。私たちは決して君を見捨てたりしない。そうそう、ここまで来て諦めるわけにはいかないぞ。ありがとう。気をつけて。通信はここまでか。さて、次がこたびの救助において最も危険な段階だ。肉体のままヤガミの国に入ってもらう。ヤガミの国に通ずる入り口はアビスが侵入してきた際に残したものだ。たとえ接触時間がわずかでも汚染されかねない。はい、心の準備はもうできています。ああ、成功を祈っている。それとクイクに連絡し、ここで待機してもらおう。アビスの侵食を処置することに関して彼女は経験豊富だからな。その顔を見るに、また喧嘩をしたのか。心が痛いです。またあいつに迷惑をかけることになるなんて。
エンジン様、私も同行させてください。人が大いに越したことはないはずです。みんな、私とカチーナちゃんのために力を貸してくれて本当にありがとう。時間がもったいないし、早速出発しよう。私は今力を失っている。直接的な支援はできないが、ここで八神の国の変化を観測することは可能だ。イアンサ、万が一自分の力ではどうにもならない状況に遭遇した時は。そんなことにはなりません。ああ、それを願おう。の地下ってこんな感じなのか。オイラが想像してたのとだいぶ違うな。遥か昔、ナタは竜に支配され高度な文明を生み出していたからだろう。人間が自分たちの秩序を築き上げたのは竜族が滅亡した後になる。つまりここは竜の遺跡ってことか。それってつまり元祖の竜王みたいな存在ってことだよな。そいつらが高度な文明を持ってたのか。うん、でもあまりに昔のことだから参考になる記録が少ないんだ。ここの装置の使い方も知ってる人はほとんどいない。元は誰も足を踏み入れない遺跡だったけど、最近はアビスの騒動の影響か中の施設で不穏な動きも見られる。ということは歩きにくい道ってことだね。歩きにくいどころか、これから遭遇する無数の困難の始まりだろう。なんでみんなして急に笑ってんだよ。不気味だな。ここにいる奴らは全員冒険の幕開けに興奮するタイプだからな。その通りだ。ずっとうずうずしていた。じゃあ行こっか。この先に何が待ち受けていようとも突き進むのみだよ。道が途切れてるぞ。どうすればいいんだ。プロのトレーナーとしてアドバイスしてやるぞ、サイモン。ズバリトレーニング不足だ。トレーナー、お前って工場の国の戦士だよな。それも間違いじゃないが、本業はスポーツトレーナーなんだ。私はナタで流行ってる大抵のスポーツの指導ができる。あれ、あいつらどっかで見たことあるような。これまで何度も戦ってきた相手だ。手加減はしなくていい。難攻不落。律令チョック。風を知れ。そこ逃げるな。さあやっとるよ。風の赴くままに。you
こうしてみるとオイラたちが目指してる場所ってかなり高いな。律令直下、風を知れ。ふっ、それ剣女盤石、律令呪言、風の行く先を。こう不落チョック、リッツリオ、風を知れ。さあ、剣女盤石、十分、リッツリオ、風の赴くままに。これがエンジン様の言ってたアビスが侵入した時に残した入り口かな。ああそうだろう。知らないのにどこか馴染みのある気配を感じる。この奥からな。まさかこの中に入らないといけないのか。いいか、絶対押すなよ。おいら自分のタイミングで行くからな。みんなしてオイラにしがみついて。重かったぞ。どうやら無事に着いたみたいだね。ここが八神の国。こんな景色が広がってるなんて物が…アビスの力があまりに濃いせいでカチーナちゃんは閉じ込められちゃったんだろうね。ここでは現実世界の常識など通用しない。どんなことでも起こりうる。それより一番心配なのは戻る方法だぞ。さっきの入り口ってどう見ても行ったり来たりできるようなものじゃなかったよな。空にある裂け目と地面に降り注ぐ光が見えるか。地面の光と空の裂け目。うわっ、オイラたちあんな高いところから落ちてきたのか。常識が通用しないとはこういうことだ。あれだけ高いところから落ちても衝撃は全くなかっただろ。元の世界に戻りたい場合再びあの入り口まで行く必要はない。この光の下に立ち心の中で念じれば大丈夫だ。それだけでいいのか。お、わかってるぞ。うっかり帰っちゃったらまずいからな。じゃあカチーナちゃんを見つけたらここに連れてくればいいってことだね。あ、この光は現実世界から差し込んできてる。
いわば現実世界とこの世界をつなぐロープだ。この場所、見たところ地形が複雑だし視界も悪そうだぞ。どうやってカチーナを探せばいいんだ？しかもあちこちに浮かんでるあの黒いやつ、どう見ても有効的じゃないぞ。あれはアビスの力だ。気をつけた方がいい。しかも喋ったぞ。落ち着け。俺は君たちを助けに来たんだ。ビチャマを、ビチャマの友人のマルコだ。完全にこの国に溶けたと思ってたが、急に不思議な力を感じてな。あの力は俺を探し、俺という概念を集めようとしてくれた。もちろんそれは非常に難しいことだ。このように中途半端な姿で君たちの前に現れることになって申し訳ない。いや、謝るべきはこちらだ。あの時スピリットストーンはアビスの力の影響を受けていた。だから無理にでも止める必要があったんだ。ビチャマや近くのカガリギのために危害が及ばないようにするためにも。ああ、分かってる。あいつを守ってくれてありがとう。もう何年も経つっていうのに、俺のためにあそこまでしてくれるとはな。あの不思議な石の力で俺の魂はあいつとつながれた気がした。まったく、未練までそっくりだなんて。勝って凱旋するにせよ、負けて犠牲になるにせよ、もう叶わぬ望みだがな。小玉の子の娘を探してるんだろう。この姿を保てるうちにあの子を助けてやりたい。気をつけてくれ。ここはアビスの侵食をひどく受けてる。でもまさか、イヤガミの国がこんな風になってるなんてな。まるで今にも噴火しそうな黒い火山だな。いつ私たち、俺の力があれば一時的にここの攻撃から君たちを守れる。離れないようにしてくれ。長くは持たなそうだ。道を変えよう。こっちだ。魔物か。厄介な奴らだ。こんな奴らに構ってる余裕ないのに。おらおら。さあ。それ。呪言律令チョック。岩山八九。ついてくればいい。私の聞き間違いだったのかな。そういうのやめろって。ビコにするだろ。いや、私にも聞こえた。アビスの声だな。なんて言ってたんだ。それを知る必要はないだろう。良くないことに決まってるからな。はっ。
カチーナちゃん迎えに来たよ。モアラニちゃん、みんなよかった。さあまずは魔物たちを片付けちゃおう。うん、私も戦う。呪言チョック、風の行く先を。してないみたいだし、本当に良かった。これからどうする？今すぐ帰るか？そのお願いがあるの。一緒に大礼の様子を見に行ってもらえないかな。半言の歌に起きてる問題はどう言ったらいいか分かんないけど、きっとアビスの汚染が関係してると思うんだ。今の状況を見るに、エンジン様の推測は裏付けられたと考えて良さそうだな。八神の国には各部族の大礼を象徴する6つの主要なトーテムポールがある。そのトーテムポールが大礼の本体だとすれば、ここのトーテムポールは分身が数多く存在するからこそ、大礼の意識は八神のだが、分身がひどく汚染されれば魂は八神の国をさまようことになる。けど汚染された分身は一つだけじゃないだろう。ここでアビスの力を浄化したところで、全体的に見たら大して意味がないんじゃないか。じゃあ大礼を見捨てるの？ずっと私を守ってくれたのに。賛成だ。それにこの木をうまく利用すれば、カチーナを追っていたアビスの魔物を釣れるかもしれない。そいつを一掃することで八神の国の悪化も少しは緩和できるはずだ。どうしたの、カチーナちゃん。大丈夫。ちょっと頭が痛くなっただけ。また声が聞こえたんだ、頭の中で。大礼のことは放っておいて。やっぱり帰るか。カチーナはここにだいぶ長くいるわけだし。大丈夫。こんなデタラメ無視するから耐えてみせるよ。もう少し行ったところにあるんだ。案内するね。それに私も戦うよ。聞いて、カチーナちゃん。もちろん私たちは一緒に行く。けどそれはあくまで大礼を救うのが目的。カチーナちゃんに何かを証明させるためじゃない。自分のために何かを証明する必要なんてないの。もし耐えられなくなったら。さーて、サクッと終わらせるぞ。ああ、せっかく来たんだ。問題を片付けていこう。こっちだよ。俺はここに残ってアビスの魔物を足止めしよう。え、そんなことしたら君が危ないよ。大丈夫さ。アビスの魔物に力は及ばないが、この場所には詳しい。俺にはもうあまり時間が残されてない。俺の友人と同じで、君たちもさあ行け。目的を果たしてここを離れるんだ。本当にありがとな。君は立派な英雄だね。ありがとう。我々は一人で戦ったりし。頭痛はどう？支えてあげよっか。ううん、大丈夫。大霊さん、大
なり汚染が進んでるみたい。私たちの呼びかけに応えられないなんて。すぐ始めよう。みんな準備はいい？気をつけろ、奴が来た。なんつうスピードだ。愚かな勇気には一辺の価値もない。あのような儚い魂で我の足を止めようとするとはな。しかとすりつぶしておいてやったぞ。お前まさかマルコを。いずれ散る定めにあった魂を案ずるより己の身を案じるべきではないか。我に似た存在を倒したことがあるのかもしれぬが、だからといいな。アビスの力は人を酩酊させる。それによりなされる破滅はまるでそこの小娘ほど甘い人間はいないだろうと思っていたが、まさか自ら死地に飛び込む間抜けがこうも言えようとは。短命な人間は実に哀れなものだ。圧倒的な力を、な、孤名、プライド、友情、そんな空虚なものはただ事故を麻痺させるためだけにあるもの。エンジンが体裁の良い概念をこれほど作り出したのも私的な欲にまみれたがゆえだ。原初の恵みを何時ら凡人に分けたくないがためにな。でなければなぜエンジンは最強の存在である一方、何時はこれほどまでに弱い。カチーナよ。私カチーナちゃん、私の手を握って。感じた？私はそばにいるよ。ありがとう。私思い出したよ。もう怖くない。だって一人じゃないから。君の言い分は正しいのかもね。確かに慰めは何の力も与えてくれない。でも君は大きな勘違いをしてる。君の力はどれも努力して手に入れたものじゃない。だから力の根源のことを君は理解できない。何を言ってる。友情があるからこそ私たちは勇気に満ち溢れひるまなくなる。力を生み出すのは友情そのものじゃなくて、友情という概念を信じ集まった私たちだよ。よく言ったぞモアラニー。この程度の敵私たち二人で十分。行くよカチーナちゃん。うん、ごめんなさい。でもやっぱりあなたを懲らしめないと。あいつに分からせてあげよう。ナタ中どこを探しても私たち二人のタッグにかなうやつはいないってことをね。Okay.
時はこうやってギャフンと言わせてやらないとだな。すごいすごい、グッジョブだよカチーナちゃん。よかった、本当に私も嬉しい。おはらにちゃん私たちやっぱり黄金コンビだね。は、な、何これ。私の古銘が光ってる。ここに来るとき持ってこなかったのに。これはおそらく物質空間への投影だろう。だがなぜ古銘が突然現れたのか。まさかあんたが。友を救うため万難を排し、アビスの汚染を最も受けてる場所に飛び込むとは、なんて考えなしな奴らだ。だが、かっこいいじゃねえか。さっきあんたが言った通りだ。一人ぼっちのナタ人じゃアビスの力に立ち向かうなんてできやしない。長い時間をかけ満身創痍になってようやく俺はそれを理解した。エンジン様の計画じゃ一人一人が自分の役割を果たし、最も強大な敵を完膚なきまでに打ちのめせる。君は。俺はトゥパック。500年前にアビスがナタに侵入した時に戦ってた流線の銃の戦士だ。その名前聞いたことある。ナタを救った巨体の英雄だよね。俺の意識が古銘の中から蘇ったっちゅうことは、あんたも大礼の記載を十分に理解したってことになる。全ての部族を団結させ滅びゆくナタを救ってくれ。あ、私が。血が尽きる前に水石で歯を研ぎ小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタの全ての眼差しとつながる。苦悶の暗闇さえも我々を分かつことはできない。今のナタに訪れる危機を予知していたの。そしてその時からナタを救おうと。ここでゆっくり話すような内容じゃない。帰ってからじっくり説明しよう。一部はな。でもまさかムアラにも計画を担う一員だとは思わなかったぞ。とりあえず今はここの大霊さんを救うことに集中しよう。簡単に説明できないみたいだし。ええ、聞こえるわ、カチーナ。我が愛しい子よ。よかった。でも、ごめんなさい。挨拶したばっかりだけど、すぐお別れしなきゃいけないの。本当は、どうして古銘を私なんかに授けてくれたのか聞きたかったけど。でも、もう大丈夫。
自分で考えて努力して強くなって、そして英雄にふさわしい生き方をするって決めたから。ええ、でもカチーナ、何があろうと私の目にはあなたが最も優れた子として映っているのよ。え、あなたたちは皆私の最愛の子。あなたたちを育み守ってきたことをずっと。コメは私があなたのためにつけた一つの名に過ぎないわ。両親があなたにカチーナという名をつけたのと同じように自分の人生を歩めばいい。より輝かしい継承者になろうとなんて考えなくていいの。コメに新たな歴史を綴っているのはあなた。結果がどうなろうと重要じゃないわ。私はあなたを愛している。あなたの両親と同じくらいね。ありがとう大霊さん。さあお行きなさい。ここは今も刻一刻と悪化している。変人の計画をあなたたちが一歩前進させたのを見れて嬉しい。大切な人々や部族のためにあなたを救いなさい。子供たちよ、ありがとうございます。こうして言葉を交わすのは初めてですけど、今の言葉はカチーナちゃんにとって何よりの励みになると思います。うわっ、なんだ、地震か。もう時間がない、アビスの力が迫ってる。早く逃げなきゃ。よくやってくれた。さあ戻ろう。私たち戻ってくれたの？エンジン様が助けてくれたみたいだな。でもエンジンがいないぞ。そもそも、そうだぞ、力を失ってるって言ってたよな。エンジン様ならまだ談義室にいるはずだ。さっきのあれは精神だけを矢神の国に送ったんだと思う。精神
身だけであそこまでできるのかよ。力には必ず代償が伴うけどな。気分が悪いの？カチーナちゃん、もう少しの辛抱だよ。急いで聖火競技場に行こう。出発前、お医者さんを手配してくれるってエンジン様が言ってたでしょ。ああ、お前たちは全員一通り検査を受けた方がいい。念のためにな。オイラはなんともないけど、お前はどうだ？それもそっか、お前はアビスの力なんてへっちゃらだもんな。さあ、行くぞ。治療を受けるのはもちろんだけど、八神の国で得た情報も共有しないとな。そういえば、大霊が言ってたエンジンの計画って一体何なんだ？それはエンジン様に説明していただこう。今ここにいる全員が計画の一員になったわけだしな。私たちの行動の全てがナタの運命を左右するんだ。物がだいぶ減ってないか？よく帰ってきてくれた。疑問が山のようにあるのは承知している。だがまずはアビスの力の残留を処理しよう。影響が出ないとも限らない。クイク、診療を。無事に帰ってきてくれて本当に良かったわ。エンジン様から話を聞いてすぐここに駆けつけたのよ。さ、皆さん座ってちょうだい。一人ずつ見ていくから。よし、これでもう大丈夫なはずよ。でも念のため数日したらもう一度検査を受けてね。ただこちらの旅人さんみたいなのは私も聞いたことがないわ。まるでアビスの力に完全な抗体を持ってるみたい。こいつって昔からちょっと特別なんだ。アビスの力を浄化するのも得意なんだぜ。今の状況ではその能力は大いに役立つ。じゃあ私はこれで失礼します。他の患者さんが待っていますので。ありがとう、クイク。いいわよ。考え方に違いはあるけど、お互い悪気はないんだもの。今は時間に任せましょう。いつかきっと分かり合えるわ。あ、ふん。話題は多岐にわたるが、どれから始めるべきか。そうだ、君たちも見たな、八神の国のあの惨状を。率直に言おう、ナタの滅びが目前に迫っている。余命は1年にも満たない。はあ？え、嘘ですよね。これは事実だ。このことを知るのは救国の計画に参加する一部の者だけとなっている。先ほど言った余命、つまり滅びへのカウントダウンが始まったのは最近ではない。500年前のアビスの災いから続くものだ。それならムアラニからも聞いたけど。ああ、当時全ての国がアビスの侵攻を受けていた。ナタは元来他国が持つような安定した堅固な地脈を有していない。故に状況は最も深刻でな。あれは長くあまりに凄惨な戦いだった。命と文明を犠牲にし、ナタはようやく勝利をつかんだのだ。我々はその後さらに数百年もの時間をかけてアビスがもたらす災厄を払った。今日の平和はそうして築かれたのだ。しかしその勝利は表面上のものに過ぎない。アビスの力は今も消えておらず、ただ地下へと追いやっただけだ。そうだったんだ。
八神の国の問題はさらに一筋縄ではいかない。なぜならあそこはまさにナタの地脈のような存在だからだ。当時の計算で八神の国が完全にアビス化するまで最大で500年かかると導き出された。しかしその頃にはすでに多くのナタ人が家と家族を失い荒野をさまよっていたのだ。彼らは勝利を信じることを放棄し未来に目を向けることもやめてしまっていた。文明は消えかけ信仰は崩れ去り大霊の力も枯渇寸前にまで追い詰められた。このままではナタを再び一つにしない限りアビスを倒すことなど夢のまた夢。そこで神と各部族の英雄たちは長い議論の末ナタを救うための500年にわたる大規模な計画を立てたのだ。そうだったんですね。カチーナちゃんと合流できた後私は自分のものではない記憶を見たことのない存在から受け取りました。その中にまさに今おっしゃった計画がありました。どうやら私はその計画の重要な一人に選ばれたということですね。でも一つだけ理解のできないことがあります。どうしてその記憶の中で見たエンジン様もあなただったのでしょうか。なんだって？エンジンって人間だろ。そんな長い時間生きられるわけないぞ。ああ、その疑問は正しい。人間にとって最も越えがたい壁は時間、あるいは寿命という概念だ。しかし魔人であれば一部の神通力や呪いによってその命を伸ばすこともできる。だがナタにそのような存在がいないのも周知の事実だ。故に我々は己の知恵をもって切り抜けるほかなかった。生命とはいつか燃え尽きる炎のようなものだ。500年前、私はこの命を聖火に託した。過去に一度死を迎えたが故に再び蘇ることができる。つまり簡単に言うと二度目の命と。ああ、当時各部族が団結していたからこそアビスを退けることができたのだ。500年後のナタがアビスと戦える力を持つためには次のエンジンが滅びた各部族を復興させる必要があった。そして部族が復興すれば人々は再び集まり、その部族の大霊も力を取り戻すことができる。完全に復興した証として大霊は一人の英雄を選ぶ。それは部族が戦争の準備を終えたことを意味する。まさに500年前、偉大なる英雄たちが私のもとに集まった時と同じようにな。つまり私がその英雄ってことですか。ああ、君が持つ古名は500年前に流戦の州を代表していた戦士と同じものだ。その意味は団結。八神の国での冒険を経たことで君はきっとこの古名の意味を完全に理解したことだろう。ってことはお前は最初から大霊が誰を選ぶのか知ってたのか。そうだ、当初の計画であれば私が蘇った頃には全ての部族が復興を遂げているはずだった。しかし思わぬ事態が起きた。6人の英雄は確かに500年前の6つの古名を手にしていたが、計画に関する情報を誰も受け継いでいなかったのだよ。その原因は同じく八神の国の汚染にある。聖火と大霊間の疎通が阻まれてしまっていたためだ。反魂の歌でカチーナを連れ戻せなかったのもそれが原因だった。ああ、これもアビスの策略の一つだ。知恵こそ持たないが昔から実に厄介な相手だからな。その計画を再び巡らすには私一人だけでは足りない。古名の所有者もその古名と同じ覚悟を示さなければならないのだ。そう悟った時から私はその6人を支援しようと決めた。現在小玉の子のシロネン、カガリギの民のキーニチ、それから豊穣の国のイアンサが認められている。そしてこたびの件を経てムアラに君も無事大霊に認められ
古名に刻まれた古の英雄の記憶を手に入れた。でももう1年もないんだろ。そうだ、だが仕方がないのだよ。英雄が集まらない以上、計画を始動させる条件も揃わない。切迫した状況であるにもかかわらず、依然として行動に移せないのはこのためだ。エンジン様はそれをご存知だったのに、どうして私に教えてくださらなかったんですか。直接言った方がずっと早いと思いますが。確かにそうかもしれないが、逆効果になる可能性も否めない。先に己の使命を知ってしまえば、潜在能力を引き出せなくなる恐れがある。カチーナの救出を例にしよう。君を突き動かしていたのは誰かに与えられた使命などではなく、君自身の強い意志であってほしかったのだ。つまり残りの二人が誰なのかもエンジン様は教えるつもりがないということですね。ああ、その者たちの契機はまだ訪れていない。事前にプレッシャーを与えても邪魔にしかならないだろう。大礼の目利きを信じるしかないな。私一人でこの危機を乗り越えようなどとは一度も思ったことはない。信じ頼ることを選んだからこそ、計画を今の段階まで進めることができた。ナタを救えるのは神でも特定の誰かでもない。君は実に鋭いな。悟られないうちに話題を進めようと思っていたのだが。そうだ、ここにあったものはどこ行ったんだ。さっきから気になってたんだけど。君たちが八神の国から無事帰還できるよう、完全に力を失った私には何かしら手段が必要だった。何せあのような危険を犯すことを勧めたのは私であり、そしてムアラにも肝心な英雄の一人だったからな。ここにあるものは単なる記念品などではない。その本質は燃料という役割の方が大きいのだ。燃料？あ、だからあの時エンジン様は。ああ、記念品に込められた物語は確かに大切なものだが、もっと重要な共通点がある。どれも英雄たちが肌身離さず持っていたという点だ。そういったものには持ち主が戦っていた時の核蓄の炎がいくらか宿っている。当然ながらその力は限られたものではあるが、だが塵も積もれば山となるというように、いざという時には役立つものだ。先ほどはそれらを燃やすことで核蓄の炎を生み出し、それを利用して2つの世界の境界線をつなげたのだ。ただ極めて乱暴なやり方なため、見ての通り力は一瞬にして尽きてしまった。でもあれってどれも大切なものなんだろ。それぞれにちゃんと物語があったのに。はあ、だからあんたたちをここまで連れてきたんだ。エンジン様に極力使わせたくない力だってことをみんなに知ってもらいたかったからな。エンジン様、本当に申し訳ありません。私のことは気にするな。それに大礼のトーテムポールを救ってくれたのは幸いとも言える。もしそうなれば、小玉の子に災いがす。英雄たちがここにあるものを私や他のエンジンに託した時、彼らはそれがナタを救う力となることを望んでいたはずだ。あれらの者が最終的にナタの英雄たちを救ったと知れば、きっと皆喜ぶだろう。それでもやっぱり胸のあたりがチクチクします。そう感じる必要はない。前に話した時間の話はまだ覚えているか。我々は何かを失ったわけではないのだ。過去の人々や物語はただ形を変えて今も我々のすぐ近くにいる。それでも負い目を感じるのであれば、その胸の痛みをバネに、ナタのために君たちの物語はまた新たな伝説となり、新しい力を生み出す源。でも助けてもらったわけだし。やっそういうことなら酒でも振る舞ってくれる。カチーナが無事に帰ってきたことを祝う宴を開くつもりだ。
余巡者の戦争の君たちをねぎらうと同時に疑っていた者たちを黙らせることもできる。ナタに危機が迫ってることを知ったのに楽しめるでしょうか。そう思うな。焦りは判断を鈍らせるだけだ。いかなる時も平常心を保っておくといい。さあ行くといい。私もすぐ向かおう。小さい頃から温泉の近くに座って選手たちの物語を聞くのが好きだった。湯の中を人が行ったり来たりして部族に関係なくみんなが友人だった。温泉は決して流泉の衆だけのものじゃない。戦友たちをつなぐ絆なの。部族の子供たちがどんどん成長していく姿を見れて本当に嬉しい。私も温泉の本当の意味を少しずつ理解できるようになったわ。青春や活力、情熱にあふれている。なんて元気で、なんて憧れる。たとえその子たちが問題を起こしても、心の中の怒りは一瞬にして慈愛と寛容へと。ムアラニが大きくなったら、きっと立派な戦士になるでしょうね。いつか私の力が衰えて戦場に出られなくなったら、ここに戻ってきて、あの子に。あんたもしっかり演じをやってね。だってそっちの方が語れる物語も増えるでしょ。空は暗く、部族は散り散りの中、遠い未来の勝利を約束されるとはな。あの狡猾な敵たちと幾度も刃を交えていなければ、とてもじゃないが、君の用心深さを理解できなかったろう。我が怒りは静まることなく、我が力はもう君のために振るわれない。それでも、君は俺に会いに来た。きっと分かった。今の英雄が血と炎で道を切り開く。だから俺の分まで勝ち取れ。出なければ昔の借りを含めてまとめて返してもらうぞ。ナタのために。つまりお姉ちゃんは500年後の未来に行って円陣の責務を果たす必要があるってことだよね。じゃあ今のお姉ちゃんはどうなるの？お姉ちゃんの人生はこれでおしまいってこと？それを聞いても答えられないでしょ。もう決まったことなら私たちは全力で支えてあげないと。安心してちょうだい。部族復興のために私たちも全ての力を捧げるわ。私たちはみんなナタの未来のために身を粉にしてる。ただ存在する時間が違うってだけよ。うん、お母さんの言う通りだね。私たちはもちろんお姉ちゃんのことを一番。もうこんな時に限ってなんでお父さんがいないのかな。
何を言えばいいかわからないからいっそ来ないことにしたのよ。きっとお父さんのことは放っておきなさい。ああいう人だから。未来がどうなっても私たちがあなたを愛していることを忘れないでちょうだいね。エンジン様がそうおっしゃるのなら全身全霊をもって支援いたしましょう。子供たちもこのような美しい太陽が見られますように。あなたのために。我々は一人で戦ったりしない。ルールは我が遺産であり、次の最悪に対抗するための。戦争は六大部族を鍛え上げ、この全てを終わらせるのは。我々は記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち、運命と未来を築き上げた。これら全てナタの炎、ナタの血である。いつも使ってるお薬を届けに来ただけで、今ちょうど帰るところ。ごめんなさい。カチーナが無事に帰ってきたことは本当に嬉しいんだけど、お姉ちゃんと同じ空間にいるのはまだ気まずくって。まあ喧嘩したばっかだからしょうがないな。その気持ちオイラもわかるぞ。お姉ちゃんはちゃんと皆さんの役に立ってた？迷惑？おー、すごく頼もしかったぞ。アビスのことに詳しくって、オイラたちにいろいろ教えてくれたぜ。ならよかった。それを聞けただけで十分。この前の感じからしてお前って思ったことをはっきり言うタイプかと思ったけど、どうしたんだ？なんだか遠慮してるように見えるけど。私も分かってるのよ。出発直前に喧嘩するなんてタイミング最悪だって。でもあれにはちゃんと理由があったの。お姉ちゃんってね、闘争の衝動に飲まれやすいの。いくら精神力が優れていても制御の効かなくなることがある。それにあの時あなたたちが何を相手にしようとしてるのかも私は知らなかったから。それってつまり、ちょっと不器用よね。でも確かに有効な方法なのよ。少なくともしばらくの間お姉ちゃんを冷静にさせることができるわ。とにかく無事に帰ってきてくれてよかった。それだけが私の望みだから本当に嬉しいわ。そこまでして背負う必要があるのか？ちゃんと話し合えば。ダメダメ、絶対お姉ちゃんには言わないでね。お姉ちゃんって愚痴を人に、特に家族には言わないタイプだから、もしお姉ちゃんに知られたら手助けするの。うん、理解してくれてありがとう。まあそんなに心配する必要はないわ。どうにか方法を考えてお姉ちゃんの負担を私も背負うから。じゃあ先に失礼するわね。宴を楽しんで。あ、それと
もし何か不調を感じたらすぐ私に連絡してね。言っちゃった。まさかあの喧嘩の。でも悪いのは全部アビスだけどな、あの大悪党め。最高の祝福と熱烈な拍手を部族の若き勇士カチーナへ。おお、よくやったわカチーナ。みんなありがとう。嬉しい、私もやっと活躍できたよ。カチーナはやるやつだって分かってたぜ。若くて将来有望で、きっとこれからも大活躍間違いなしだ。何言ってよ、お前が最初にチームを抜けたんだろ。この後帰ってからどうなるか分かってるな。いや、あれは友達の誘いをどうしても断れなくてだな。俺も仕方なくチームを抜けたんだ、信じてくれ。初戦を楽して突破したかったからじゃないの。いやいや違うって。実はこの前外で怪我をした継承者にたまたま出くわしてさ、手当てしたんだよ。そしたらどうしてもお礼がしたいって言われてな。カチーナのチームだったら俺一人抜けても問題ないと思ったんだ。だがその結果、お前の後を追うようにチームメンバーたちは脱退を考えるようになった。カチーナごめん、本当にすまなかった。でも驚いたわ、君が予巡者の戦争に出て最高の栄誉を勝ち取るなんて想像してなかったもの。あなたたちの方はどうだった？私たちのチームの隊長は試合の前夜に酔いつぶれて当日遅刻したの。だからそのまま資格を取り消されちゃってね。同情する余地もないな。あのバカルおじさん、そこまで言わなくても。ちょっといいかな。私からみんなに話したいことがあるんだ。こうして再びここに帰ってこれたのは友達のみんなと、そしてエンジン様のおかげ。本当にありがとう。旅人さんとその仲間のパイモンちゃんは二人とも凄腕で、もし帰化聖夜の巡礼に参加できたら間違いなく一二を争うレベルなんだ。そんな二人が私に学びの機会をくれるって約束してくれた。だから私はこれからもっともっと成長するはず。そして友達のムアラニちゃん、ジャスカお姉さん、キーニチお兄さん、イアンサお姉さんも旅人さんとパイモンちゃんと力を合わせて私を八神の国から連れ戻してくれた。そんなみんなも歓声を浴びるべき英雄だと思うんだ。だから拍手を旅人さんたちにも送ってくれないかな。お願い。よっしゃ。このお酒で英雄に乾杯。カチーナちゃん、英雄になる準備はできた？正直言うと、こんなにもてはやされる日が来るなんて思ってもなかったから実感が湧かないな。こうして英雄になったわけだし、次はチャンピオンの連覇を目指さ。もうからかわないでよ。ああ、よく来た。君たち二人のために特別にフルーツジュースを用意してある。ひひ、オイラたちの好みまで知ってるんだな。その顔、まだ聞きたいことがあるようだな。
違うか？彼らには彼らの人生があるからだ。500年前の人々にナタが滅びるかもしれない。だから肉親や最愛の人を捨て時間の終点まで行けというのは酷なことだ。考えてみてくれ。この世の万物には終わりがある。だが我々は寿命に縛られているがために時間という尺度を想像しがたい。例を挙げよう。太陽が数百万年後に燃え尽きてしまう。だから今からそれを救いに行こう。そのようなことを聞いても馬鹿げていると思うだろう。この責任を共に負うことを彼らに強いることはできない。加えてどの時代にも英雄は存在する。もちろんこの時代も例外ではない。故に彼らでなければならない理由もない。当然それは私にも当てはまる。だが私が立案した計画だ。最後まで責任を取るのが筋だろう。あ、思い出した。お前の部屋にあった絵、あれってまさか500年前の家族を描いたものだったのか？ああ、その通りだ。だからあの時妹がその後どうなったかを聞かれても曖昧な答えしか返せなかったのだ。参考となる資料は非常に限られていたからな。過去の断片をつなぎ合わせることでかろうじてあの子が建築家と芸術家になったことを知ることができた。かがり木の民の復興ではあの子が多くの建造物を設計して建てたらしい。無論今やそのどれもが跡形もなく消えてしまっているがな。だがそれでも立派なことだ。誇りに思っている。どうやら君たちは失うことに対して暗い感情を抱きやすいようだ。その点についてはとうに覚悟を決めている。これは戦争であり戦争に別れはつきものだ。アビスに飲まれた人々に比べれば私は十分恵まれているだろう。私は神の名を背負っている。そしてこの肩には数えきれないほど多くの人の期待がのしかかっているのだ。故に運命の終点へとたどり着かなければならない。そうだな。この計画の結果ももう決まってるのかもしれない。ああ、分かっている。だがそれがどうしたという？時間がどのように存在するかの話は覚えているか？過去、現在、未来は同時に存在し、どれも等しく重要だ。未来で待ち受けているものが破滅であろうと、目の前の全てを救わなくてもいい理由にはならない。そして、人間は運命を知ることができないからこそ、常に全力で臨める。ここが正念場だ。我々には、まだ二人の英雄が足りていない。いや、正確には三人か。もう一人、どうしても力を借りたい人物がいる。君のアビスへの耐性は実に印象深い。この戦いにおいて間違いなくキーマンとなる。うなずいてくれるのならば君の旅を最大限支援すると約束しよう。それだけではない。君のために新たなコメも作る。コメって作れるものだったのか？ああ、厳しい条件はあるがな。それに作れなければ受け継がれる孤名は減る一方だろ。孤名を持つようになればナタでの冒険が全て記録され、未来のナタ人も君たちのことを知るようになる。現在反魂の歌は効力を持たないが、これが君たちに対する命の保証だと思ってくれ。どんな代価を払おうと必ずこの約束は守る。八神の国から君たちを連れ戻した時のようにな。ナタでは。そうだぞ、もう放っておけないからな。そうか、よかった。ならばこの後すぐ職人のシロネンに連絡する。ナタ人以外に孤名を作るのは前代未聞だが、彼女なら何とかしてくれると信じている。隊長様、
偵察より報告がありました。エンジンは力の大部分を失っているようです。お怪我をされているとは思いますが、今こそ神の心を奪う絶好の機会かと。勝負とはただ結果を追えばいいわけではない。そこにはルールが存在する。俺は相手の隙をつく真似など一度もしてこなかった。こたびの件も同じだ。お前こそまさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。あの方はできないのではなく、そうする気がなかっただけだろう。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。次はどう打って出るつもりだ。お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。